はい、どうも皆さんこんばんは、マー君でございます。本日もね、お夕飯、日曜日のお夕飯を作ってまいりたいと思っておりますが、本日のお夕飯は、とりあえず、この業務スーパーの塩サバ焼くでしょ、塩サバ切り身ってやつね。でこれ焼いて、あと肉じゃ、肉じゃがするんですけど、今日はこのだしだを使って肉じゃがにしよう。このだしだって牛肉のだしだから、なんか肉じゃがをこれで作ると、美味しいらしいです。はい。とりあえず肉じゃがからね、作るか。さてさて、とりあえず牛肉炒めます。では玉ねぎも入れます。で、じゃがいもと人参も入れます。だしだをね、大さじ1、酒、みりんね、みりん。で、砂糖。で、醤油。で、お水を100ml ぐらい、あんまり入れなくていいんだけど、ちょっと入れておきます。蓋をしてね、弱火でちょっと煮ていきます。で、業務スーパーの塩サバですね。至って普通に綺麗なサバですね、塩サバですね。扇風機うるせえか、大丈夫か。まあ暑いんだから、とりあえず飯でも食おうやな。あ、いい、またため息ばっかりするんだ。暗い暗いって言われちゃうから。いいね。
あ、いや、お疲れ様ではなく乾杯。うん、本日の業務スーパーの塩サバと、出汁で作った、肉じゃが。出汁だったら牛肉の出汁の素っていうかね、その、まあ、なんていうの、鶏ガラスープの素の牛肉バージョンじゃないですか。で、肉じゃがにはすごく合うらしいです。まあ、吉野家の牛丼が出汁使ってるぐらいだからね。まあ、牛丼と肉じゃが違うけど、まあ親戚みたいなもんじゃん。肉じゃがと牛丼親戚か？遠い親戚だ。さあ、いただきましょう。肉じゃが久々に作ったな。いただきます。ああ。抜群にうまい。出汁だ、いいな。これからはあれだね、顆粒出汁の素、鶏ガラスープの素で、顆粒コンソメ、そして出汁だ、ね、この4つはもう必ず常備しておきます。まあ、粉末だからね、賞味期限も長いっす。ほんとうまいな。で、塩サバ、業務スーパーね。あの、もう触った、焼く前に触った段階でもすごい油でした。いや、油乗ってんだなと思って。大根おろしないけど、いただきます。立派な塩サバ。いや、今日も素晴らしいお夕飯でございましたな。それではまた1週間頑張りましょう。それでは皆さん、ごちそうさまでした。またお会いしましょう。さようなら。